listening to Shibuya Cross FM。 狼少年の君こそスターだ。イエイ。どうも、狼少年片岡でございます。狼少年浜口です。科学と森田君です。お願いします。いやあれだね、なんか近所っていいね、やっぱね。近所っていい、うん、なんか最近そういう道場を見つけて、家の近くに。はい、その話したっけ。僕はラジオではしてない。ラジオでは聞いてないです、うん、道場って何。なんか要は朝7時から夜11時まで、うん、なんかキックボクシングとか、うん、ボクシングとか、はい、なんか柔術みたいのができる。格闘のね、うん、まあだけどそれは格闘技がメインじゃなくて、うん、みんなでそれでパンチとかして体を鍛えるみたいな、ボクサーサイズみたいな。そうだから俺朝8時から行って体験をね、はい、そしたら男性も女性もやっぱ仕事前に来てて10人ぐらい、うん、キックボクシング的なのやったりとかしてさ、うん、意外と50分ぐらいなんだけど、はい、次の日腹筋とか痛かったのよ。こんだけパーソナルやってんのに。行ってきたってこと。行ってきた行ってきた、うん、でそれが月8000なのよ。おー、はい、行きたい放題1ヶ月。うーん、めちゃくちゃ安くない。はい、まあそうだ、はい、それ先生がつくの。いるいる、先生がエアロビみたいな感じでいて、うん、はい、その先生に合わせてやるみたいな。おお、はい、なんかそれでそういう話して、安いですねみたいな、なんかひょうきんな先生でさ、うん、はい、うん、なんか、なんかオーナーがっつって、もともと格闘技やってたんですけど、うん、やっぱ格闘技やってたやつバカじゃないですか。だから働く時間とかもめっちゃ長いのにみたいな、はい、みんな働くやつも格闘技やってるからバカなんで、体力だけやるんでバン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 働いてたら1年で30店舗行ったんですよねみたいな感じなのよ、はい、で俺がよく行く六本木の駅とかにもあるの、はい、うん、だから俺のルーティーンに全部あって、はい、で俺六本木店も行ける。あ、そうなんですね。で家の近くも行けるし、はい、その家の近く休みだった時はもう一つ駅の隣のところも行けるみたいな。おお、なるほど。やっぱああいうのいいね、手ぶらで行けるじゃん、家の近くだから。はい、そういうのは便利。ほんでなんかこの QR コードみたいなピーってやって、うん、まあ水ぐらい持ってってさ、それトレーニングするじゃん。はい、まあ、汗だくになるじゃん。はい、まあ、家帰って風呂入ってさ、うん、普通に仕事できるじゃん。はい、うん、めっちゃ良くない？めっちゃいいっすね。それもあるし、今日だったらここ来る前に、うん、家の近くのゴルフ打ちっぱなしに行ったりとか、はい、もうそれで忙しいよ俺家の。なるほどね。そうなると今まで行ってたやっぱ赤坂のが今日夜から行く予定だったけど、うん、あの宿題入っちゃったから今日休もうかなとか、うん、やっぱなってるな。ああ、はいはいはい。やっぱ家の近くが一番最強説だよ。うん、ほうほう。そうですね。ああ、だからなんかどんどんそうなってくる。はい。髪も本当に家の近くで切りたいぐらいの。ああ、はい。今はまだあれなんですか。今はまだ知り合いのスタイリストさんが目黒で切ってくれてるから、はい、あ、はい、そこ行ってる、はいはい、だからいいね。そうですね、家の近所、はい、確かに、うん、やっぱ続かないな遠くは。まあそうね、それはそうですね、うん、だ浜の池袋のジムとかは近いから続いてる、うん、もうあるし安いっていうのね。安いしサウナ入れるし、ああ、いいよね。いいですね。もう最強なんだよ。1回400円だよ。安っ。2時間。いつも延長してるもん。ああ。どうやって、ああ、後から払う。30分延長で200円買う。ああ、それでも600円ですもんね。そう、サウナ3回入るにはね、2時間じゃ足りないんだよ。はあ、そうなんですか。そうそうそう。いや、いいよね。俺、うん、あと、最近、うん、全身脱毛したい。はい、人生で初の、はいはい、やったことある全身。ないです、ないです。なんかその知り合いの人の、うん、なんか彼氏さんが、はい、そういう全身脱毛のなんかオーナーみたいなのやってて、うん、なんかちょっと
いろいろご相談しながらできるみたいな聞いて、はい、なんか面白そうだなと思って、どんな感じなんかなと思って、はい、でじゃあちょっとそれいい繋いでもらってっつって、でじゃあいついつっつって2、3時前行ってきたと、はい、でなんかどういうものかも知らないじゃん、うん、はい、そうですね、うん、でそしたら前日にその間に入ってる子から、うん、片岡さんじゃあ明日行くにあたって、うん、全身全部処理してきてくださいって言われて、うん、えっつって、はい、自分で処理していくのと思って、先に処理するんですね、うん、めんどくさいね、そう、え、ちょっと待って、うん、俺人生で処理なんかしたことないね、どうやってやるのって、美容室行くのに髪切ってきてくださいみたいな、ね、マジでそうですね、うん、こう聞いたら T 字の髪剃りでもいいみたいですよって言われて、はい、いや T 字でってどういやなかなか大変だよ、大変ですね、脇も脇も全部、そう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 、大変だね、それはちょっと難しいなと思って、うん、はい、調べたらその脱毛に行けばいいじゃない、どういや初期脱毛別の店舗に行ってそれで調べたらやっぱしね激安の電動にあったんだよ、除毛剤っていうの、ドンキですか、うん、ほう、もう泥洗顔みたいので体につけたら全部毛が取れるみたいな、うん、でそれをさ、うん、ガーって太ももにつけて、はい、うん、で全身脇も全部、うん、でもうさなんか文字がちっちゃいのが書いてあることが、あ、うん、説明文もうそれ読めないのよこの年になるそれで、うん、YouTube で見ても、はい、なんか YouTuber の人がそれつけて、はい、なんかゴムみたいな手袋つけて、うん、なんかタオルみたいなのをグーってやると取れてる、うん、おこのゴムもないし、はい、もう風呂場でやっちゃおうと思って、はいはい、風呂場全身つけてこう待ってた、はい、うん、で5分ぐらい経ったからもういいかと思って、はい、うん、なんか昔泊まった温泉でもらったこう体を洗う用のたわしがあったから、はい、それでグーってやったらさ、うん、めちゃくちゃ綺麗に取れる、おお、それで太ももとかも全部取れて脇とかもシャンシャンみたいな、で VIO 俗に言う、はいはい、そこもシュンって取れて、うん、こんな感じになるのと思って、うん、でその後に風呂入ったんよ、うん、はい、今まで体感したことない感覚だよこんなに毛が守ってくれてたんだ、はい、なるほどね、毛がないから入った瞬間に、はい、あ、なんか恥ずかしいなんかダイレクトでお湯が伝わるのよ。なるほどなるほど。子供の時の感覚と。そう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 。だけどそれ子供のことなんか覚えてない。覚えてない。もう大人になったら多分ファー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 って毛がある感じだったんだけど。はい。だからもう直接太ももに訴えてくる感じ。あ、何？みたいな。はい。それがめちゃくちゃ新鮮だった。なるほど。で、まあ次の日行って、はい、まあどこやりますかみたいな。じゃあ全部やりましょうみたいな。片岡さんがちょっと。お安くしますよみたいな、お、はい、全身やってさ、うん、もうその部位あそこやるときも、はい、なんかキンキンのアイスみたいなつけんのよ、うん、痛ーぐらいな感覚おかしくして、はい、パシ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 、あれ何全部そういう光もんつかパスンパスンのやつ、ああだった、へえ、それもっと痛いかと思ったらそんな痛くない、俺が普段言ってる、うん、エステの、はい、その鼻の下とかの方が痛くて、はい、もうそれで慣れてるから、はいはい、全然痛くなかった、へえ、で今あるんだって流派が、そのよくネットに載ってるような安いやつは、はい、なんか光でババ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 バってやるだけだから、はい、もう20回30回行っても毛がなくならないみたいなで、うん、クレームが多いの、へえ、だから僕のところはちゃんとやるんで8回来れば、はい、もう大丈夫ですよ、はたった8回でらしい、だから一応8回契約で、はい、うん、だから今もうトゥルントゥルンですよ、はい、だからその後にズボンとかも履くと、うん、はい、何この感じみたいな、サイズが、うん、なんか大きく感じなんか自分がワンサイズ細くなった感じ、そう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 、だから森田なんでさ、はい、体クマじゃん、いやクマじゃないっすよ、めちゃくちゃ感じると思う、まあそうでしょうね、確かに、うん、もうめちゃくちゃ守ってくれてますから、だけど僕はその激安の電動の除毛剤で、はい、全然十分だと思う、ああ、はいはいはい、その月に1回ぐらい1800円ぐらいの使ってやんなきゃいけないと思うけど、はい、もう十分だと思うな、あ、まあ、もしくは夏のシーズンだけど、はい、うん、
あはい、よくロスが増える、はい、なんかそういうちょっと新しいことやるの楽しいね、はい、なんかそんな感じですよ。あ、確かに、うん、僕もその最近 YouTube を始めて自分のサムネを作るようになったんですけど、うん、まあ正直あんま気にしてなかったんですけど、この指とかが映ると指毛がえぐいじゃないですか。だからやっぱりこれはさすがにクリックをしてくれないだろうなと思って、フォトショーでちゃんと消しました、肌色で。あ、ここはちょっと綺麗にしとかないとかなみたいな、なんかその普段は気にしないんですけど、そこはやっぱり やらなきゃなみたいな思ったんで、まあ確かに自分のドンキのそれやるのはありかもしれないですね。もうなんかそのチェックする時もね、はい、あのエステのなんか指の毛、はい、足の毛、はい、足指と、はい、で、まあ、すね毛、脇、なんか VIO で、肩とかも、片山さん肩ないから大丈夫です、はい、うん、全身をこうスーッと乱れてやる、はい、いやモニター一回ちょっとドンキでやってほしいな、うん、確かに気持ちよさそうですね。もう何歳から、高校時代ぐらいからクマ、あ、でもそうじゃないですか、はい、高校ぐらいからは人生観変わるよ。あ、そうですか、もうなるほどね、多分、目悪かった人がコンタクトつけて、はい、何これ、はっきり全部見えるみたいな。、うん、あー、なるほどですね。だけど、逆に冬場とか寒いかもな、そんだけ、いや、そうですよ、毛が守ってくれてた、はいはい、寒い、寒い寒い寒い風邪ひいちゃいます。ハマグさんある、そういう、全然ない、剃ったことない、ない、ヒゲをあの市販で売ってるやつあるじゃん、あのパスンパスンって、はいはいはい、あれのまあまあいいめのを買ったぐらい、3万ぐらいする、ほう、もうそれも使わなくなったね、まあ、自分での面倒くさくなっちゃうんですか、そうそうそう、ああ、な、別に思わないもんな、別に脱毛しようって、まあ、うん、うん、いやだけどさ、信子の吉村さんもやってるじゃん、はい、そうですね、うん、やっぱ昔青かったの、うん、今全然じゃん、はい、やっぱみんなね、やってるよな、やってます、特に最近はその、うん、番例えば有吉クイズとか、うん、番組で脱毛とかするんで、うん、ああいうのはその、うん、憧れるというか、いいよ、番組になるのはすごいいいなと思います、うん、だそのためにちょっと残したいみたいなのもあって、うん、もし万が一売れた時にそれを真っ先にやりたいなっていう、なるほどな、はい、さらばの森田さんがな、あ、矯正、歯を矯正したりとかも、ううああいうのもなんか番組になるってやっぱ芸人の一つの憧れというか夢じゃないですか、ああいうのできるって、そうね、確かそれああいうの憧れるんですよね、やっぱ、うん、まあいいよね、はい、なんかそういう番組が来たら何やりたい、まあでもマジで脱毛、脱毛ですね、でもその脱毛と、うん、そ本当に歯のホワイトニングとか、うん、ああいうのはなんか、でも森田ホワイトニングはいけるだろうな、いやいやいや、数千円じゃないの、あ、ガチなんです、もうあっちさんが200万歯石を取るとかじゃなく、矯正とかまで含めて、うん、多分その本当のあっちさんがやってるクラスの、うん、心情的な、そう、心情みたいな、あれクラスのやつです、はい、ハンサーです、歯は歯でさ、なんか TikTok 見てたらさ、はい、カポってはめてさ、あ、はい、入れ歯みたいなの、あ、はい、白くなるやつ、あ、これいいなとか思ってあ、便利な時代ですもん、でもなんかそういう書き込みとか見ると、はい、もうおもちゃすぎてクソとかなんかいっぱい書いてたから、あ、結果多分そうなんだよな、うん、一瞬はごまかせるかなとか思ってた、はい、なんかもうさらば森田さんのあれグリグリ針金でな、すごいですね、ワイヤーでやってな、はい、何ヶ月間か近づけてみたいな、はい、大変そうだよな、そうそう、半年とかそれくらい、うん、痛そうだよね、はい、矯正って相当痛いらしいね、ああ、そうなんですね、まあでも無理くり引っ張ってんですもんね、だってワイヤーで、そうで俺も最近歯石取りにちょっと聞いたもん、その
歯並びが俺歯並びというかちょっと受け口だから、はあはいはい、やっぱゴルフとかやっててもグッと行ききれないのよ。あ、そうなんですか。はいはい。だからかこれぐらいだけどギリギリだぐらいだけど、うん、この下が中に入るぐらいにしたいなと思って聞いたけど、うん、片岡さんの場合もしかしたらここの顎からカンって入れなきゃいけないかもしれないから、はい、もう整形じゃんそれ。もう整形の大学病院かもねって今の歯医者さんに言われて、そんなにと思う、はい、なるほどね。だから1個やると切れないんだよ、うん、けど多分それでやると俺の肩こりとかも慢性的なのが治るんだよ、うん、あ多分そこのズレから、はい、多分来てる、うん、だから多分親に小さい頃そういう矯正というか入れ歯みたいなやつとかやってたんだけど、うん、昔だからさできてないんだよ。ああ、はい、完璧にね、はい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 、なるほどね。いや本当そう思う。だってちょうどなんかあのダウンタウンさんがさ、はい、テレビでなんか、うん、令和 VS 昭和みたいな番組、ああなんか評価高かった、そうそう、それでなんか話題になってたから、はい、今朝見てたんだけどさ、はいはい、やっぱすごいな昭和。ああ昭和、はい、飛行機の中とかさ、あ、多分バンバンタバコ吸うとか、はい、そうですね、はい、徳光さんでもなんかタバコ吸いながらこうビール持って、あ、今こんな感じですみたいなやってて、はい、今はもうゾッとするよね。普通に電車も吸えたもんね昔。そうですよね、電車なんか吸ってましたよね、灰皿あったし。何歳ぐらいの時？子供の時あったよ。ああ、名鉄とかそういうことね。うん、もう下が木の板の。ああ、はい、寒風摩擦とかもさ、あ、男性も女性もとかさ裸で、はい、ありえないじゃん。ありえない。もう名古屋球場なんてタバコだらけだったよ下。ああ、みんな捨て下に捨てるから。あ、だからそれやってた。新宿駅は1日14万本みたいな、はいはい、もうみんな捨ててるみたいな、うん、すごいよな昭和。昭和すごいです。すごい、こうやって進化していくんだな俺らも気づかないうちに、うん、そうですね。だから見ててさ、うん、昔だったらなんか、うん、若い方で見てたじゃん、はい、でなんか、うん、おっさんチームみたいな、アダルトチーム、はい、ヤングチーム、はい、クイズ年の差なんてみたいなさ、はい、もう俺ら昭和の方じゃん、はい、分かる分かるみたいなそうですね。だからあれだよ、目がもうバカになってきてるんだよ俺らでも。おお、はい、でもキムタクを見てさ、はい、かっこいい、あの年代の人としてはかっこいいなと思うじゃん、はいはいはい、もう若者から見るともう年相応らしいね、ただの俺らが子供の頃誰を西郷輝彦を見るようなもうおっさんだった、はいはいはい、いや、わかりやすい。西郷輝彦の近い年齢の人は輝彦さんこんな若々しくてかっこいいって思ったけど、俺らからしたらただのおっさんじゃん。そうですね、はい、なんかもう全部素晴らしいね。もうあ、目がバカになってるんです。わかりやすいな。確かにそうですね。だって小学校の先生なんてクソおっさんに思えたでしょ。あ、はいはい、思ってました。今考えたら20代後半とか30代、そうなんですよね、確かに。ガンガン年下ですよね、僕今。どんだけおっさんなんだよ、バカなんじゃねえのとか思ったよいやいや、だからそういうのを見てさ、はい、うん、なんかあったじゃん、この顔を取るためのこのテープ。顔を取るテープ、学校とかによくあったこの蚊のテープ。ああ、ハエとか、うん、ああ虫よ、粘着のやつですね、はいはいはい、うん、ありましたね。若い子とか知らないの、意味わかんないって言ってましたね。何それ、はい、いやー、はー、君たちは知らないんだみたいな見ちゃう完璧にそのおじさんアダルト側で楽しめちゃった、はい、そっちになりますよねあれとかもそうでしょ、あのうんち集めてる剣弁で、そうそう、それ ありましたね、剣弁とか、あと座高ね、あー、あと意味ないっつって座高を測るのももう意味ないっつって、うん、そりゃそうだよな、はい何のためにっていうさ、分かりやすいよね、うん、だからそういう特集やってたよ。やってましたね、はい、Z 世代もうおっさんですよもうなんか60ぐらいでも、あ、まだ60なんだこの人とかさ、若いとか思わない
60つったらさ、おじいちゃんもおじいちゃん、おじいちゃん昔だった、ね、昔は、はい、うん、昔はあ、まだこの人60なの、結構若いなとか思うけど、見える景色が変わっちゃったんだろうな、はい、10代の頃から見る60代と、はい、俺らが40になって、そうそうそう、はい、60見るのが違うんだろうな、景色が。確かに富士山でいうと麓から見てたものが、はい、もう今俺ら7合目ぐらいから見てるから、はい、うん、加山雄三も変わんなく見えるけどさ、はい、もう10代の子から見たらどんだけおじいちゃんなんだよ見えてるね。まあそうです、確かに若大将。いや、時が流れるのが早いなと実感しております。じゃあちょっと曲いきましょうか。そうそう、はい、竹内春菜さんでラブリーナイトです、どうぞ。この後あれですか、トモさん出るの？ん、トモさん、ダパンプのトモさん、トモさんファン違う見たいですよ。あ、そう、あ、なるほど、これ聞こえてるのかな、外に聞こえてると思う、聞こえてるのか、トモさんファン、いや、なんかブラックブラックのさ、ねえ、トモさんね、ねえ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 、あ、なるほど、そう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 、
そっか。ちょっとそれだけずっと気になってブラックブラックだなブランドと思って。トモさんがやってるブランドだなと思って。そうだ。そうそう。なるほど。すごい豪華な人が。ちょっとそれだけ気になる。じゃあ行きましょうか。はい。今1、2、3、4、5、6、7枚ありますけどテーマが増えたね。増えました。左から3番目。左こっちですか。いいよそっちで。さあ、うん、はい。あ、ドラマみたいな。ドラマみたいな。これ僕なんですけど、うん、まあ、ちょっと浜さんと二人会の時にちょっと話したことなんですけど、うんうん、バイト先の昔のバイト先の、うん、先輩が警察に捕まっちゃったことがあって。何で捕まった？その昔？昔、はい、なんか傷害かなんかで、喧嘩かなんかで警察に捕まったことがあって、うん、でバイし、深夜バイト終わりでみんなで面会に行ったんですよ、うん、でこういうアクリルガラスのそのまさにでポツ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  の, その空気穴、うん、通話の穴だけ開いてるみたいなのを、うん、あれこれ本当に刑事ドラマでよく見るやつだみたいなことが、まあ、あって、うん、なんか本当ドラマみたいな経験ってあんまり意外と見るけどしたことないみたいなこと多いじゃないです か, かそういうのってあるのかなみたいな。ドラマみたいな経験ね。でこの前ちょっとここで話した話なんですけど、街夜街歩いてたらなんかこの黒ジャケットの人がファってすれ違いざまにジャケットのこの襟元を口が当てて今警戒されてるからみたいなちょっとボソッと言ってて、なんかあこれはなんかスパイの人なのか公安の人なのかみたいな、なんかそんなのもあったりとかしたんで、なんかそういうドラマみたいな経験ってお二人ないですかっていう。ドラマじゃないけど中学校の時、はい、ちょっとずつ女の子に興味が出る年頃じゃん。あ、はいはいはい。なんかね、半田市っていう市があるんですけど。あ、半田市。隣の市ぐらい。あるある。はい。そこでなんか盆踊りだか、うん、花火大会だかあって、はい、同級生の基礎研ってこと、うん、行ったんですよ。うん、はい。でなんか後ろで女の子3人ぐらいいるなと思って、はい、なんかキャキャしてなんだからなんかちょっかい出そうぜみたいな、なんかそんなノリになって、はい、なんか話しかけたかなんかしたんですよね、はい、でなんか仲良くなったよ。お、はい、違う中学校の子で隣の市の子だから、はい、で文通しようよって言われた。え、文通。うん、当時もうねメールもないですから、はい、電話しかね、もう文通がメインじゃないですか。いいよっつって、はい、でもちょっとだけ大人になりたてだからさ、うん、はい、恥ずかしさもあるの。おー、うん、そうっすね。で、はい、家に手紙が来るわけじゃん。なるそうね。あ、親に見られた、なんか、はい、うん、やだなっていう、なんか俺も女の子に興味ないしみたいなスタイルも取っておきたいっつって、そのハーフの時期でいいよっつって適当な住所書いて渡したの。はい、ああ、はい。で基礎研と帰りながらやったったぜみたいな、あいつら出しても届かねえからなみたいな感じで、はい、でも若干心の中ではうん、まあ大丈夫かなみたいな感情になってた。はいはいはい。で何日かして基礎研と遊んでて、はい、なあ前さ文通の件でさ俺ら嘘の手紙書いたじゃん、はい、住所嘘の書いたじゃん、うん、なんかやっぱまずかったんじゃないみたいな。そしたら基礎研もう年越えまずかったかもしれないな、はい、と思って、なんかじゃあ今度の日曜日に半田に行こう。お、半田市に、はい、会えないよそんな、なかなか。そうっすね。本当だよ。半田中学校っていうところで、うん、これは知多東部っていうところ、うん、隣の市だから、うん、会える確率なんていやほぼないんですよ。はい、そうっすよ、うん、
情報それだけだからね、はい、判断に進んで、住んで広いよ、うん、おい行こうっつって、はい、基礎研ととりあえず半田で降りてさ、適当に駅前歩いてたよ、うん、したら学生服着た女の子がなんか前から歩いてきてさ、はい、あーって言われて、おーすげーじゃん、マジっすか、なんか部活帰り、はい、かなんかでさ、たまたま、うわーすげー、ごめん、この前俺恥ずかしくて嘘の住所をしてた、おーおーすげー、超セリフをなんか今かかってるよ、そうなのっつって本当の住所を教えて、そっから結構文通したっていう話、すげえ、うん、いいね、淡い話でね、めちゃくちゃいいっすね、会えるんだと思ったよ、はい、学校の前に貼ってた、全然もう駅降りて駅の辺うろうろしてただけだ、あ学校も知らない、半田の、うん、半田中とか、そういろ半田でもいろいろあるから、まあそうだよな、ね、中学校かな、すごいなすごくない、すげえ、めちゃくちゃすごいよ、うん、ま、でも結末は全然覚えてないけど、あ、まあ、なんとなく自然消滅みたいな、4、5回で終わったんじゃないかな、でもすごい楽しくてさ、俺絵描いたりしてさ、いろいろやってた、お楽しかったなと思いいね、今思い出した、いい、ね、うん、結構昔って会えなかった、いや今、いや、あのそういうことじゃなくて、あの、うん、待ち合わせ場所でさ、うん、渋谷でさ、どこどこ前、はい、つったらなんかもう携帯で連絡取れるじゃん、うん、なぜか昔ってさ渋谷集合でつってるだけでさ、はいはい、会えたもん、ざっくりなことしか決めてない、おおいた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 みたいな、いや俺はもうその細かく決めるから、うん、あんまそういう経験がないな、あ、はいはいはい、へえすごいな、あ、だけど俺それで言うとある時なんだっけな、あれその吉本入る前に一回解散するしないみたいなのあったから、はあはい、でなんか新しい人生が始まった時だよ、はい、その時に、うん、満員電車の中何がパーって乗って座ったのよ、パッて前見たら満員なんだけど、はい、座ってるやつが、うん、小中高の同級生だったの、おお、はい、で、はいはいはい、その文武両道、運動も勉強もできて、ね、モテて、うん、る山木ってやつ、山ちゃんね、で、うん、山木なんて女の子にめっちゃモテんだけど、うん、硬派な一面があったけど、うん、その俺が見た山ちゃんは女の子と電車の中でなんかもう手つないでるというか、女の子がこんな感じなの、あら、はい、これ山ちゃんも、まあ、まんざらでもない感じで座ってて、はい、はい、いや、あの山木がそんなわけないなと思って、人ってそういう時、はい、パッてなんか顔下にしちゃうのよ、あー、はいはいはい、あれ山ちゃんかなと思ってこうパッて見る声かけてね、はい、うん、そうしたら向こうも同じポーズ取っててだよねって来たのよ、おお、はあ、なるほど、向こうからだよ、はい、で人がわーって言うの、え、山ちゃん何やってんのみたいな、いや帰るとこでさみたいな、ブッサン元気みたいな、まあ、ブッサンって言って喋ってて、はい、どこの駅みたいな、いやマイナーだから分かんないよっつって、ブッサン思って、いや俺もマイナーだから分かんないと思うよ、はい、じゃあせーので言おうっつって、はい、せーのって言ったら目白だった、え、二人とも目白で、マジで目白なのっつって、それで同じとこで降りて、はい、うわーって喋って、で連絡先交換して、お、はい、そこからよく浜とかも含めて、はい、なんかみんなで走りに行ったりとか、なんか酒飲んだりとか、うん、そっから山ちゃんと俺未だに繋がってんのよ、あ、そうですよね、うん、はい、別に小中高そんな仲良くなかった、はい、で彼が大学筑波行って、筑波も勉強で行ったんだけどバスケで努力して6番目ぐらいまで行ったんだけど、はい、なんか怪我で無理で、はい、なんか選手の気持ちが分かる裏方になりたいっつって、うん、なんかそう針とかの専門学校に行ってる時に会ったの、おお、その時に会ってて、俺もお笑い養成所で、はい、なんかお互いなんか25とかで勉強する時期なんだなみたいな、はいはい、そっから今もつながってる、ああ、
だそれはちょっと運命感じて、まあそうね、だって同じ車両乗ってたってこと、同じ車両だってその時点ですごいね、あるやらないっす、そんな経験一度もないっす、うん、俺マジで山ちゃんが女の子だったら惚れてたよ運命感じちゃいますよね、こういうことなんだなと思って、そのね、恋愛なんかフィーリング、タイミング、ハプニングじゃないけど、もうハプニングだよね、あそうっす、電車にパーって乗った瞬間にいたんだよ同じ車両はいはいはい、なんか俺それかな、あはいはい、そうね、一番運命感じたうん、確かにそれはちょっと、それでいまだにやっぱ心の支えにはなってくれてるからね、あはいはいはい数ヶ月前ここのラジオでめちゃくちゃ文句言ってましたけど、なんだっけ、何の文句言ってるっけ、ああ山木とな、久田久田の、はい、暴言かいやそうなんだけど、なんだろう、そうね、そういうなんかある、うん、ドラマチックな、まあそうかって、そういうテーマでしたけど森健はドラマチックな出会いってことですか、まあ、出会いじゃなくてもいいよ、あまあ、その先輩のやつがそうってことか、そうです、まさにドラマのワンシーンにいる気持ちになったんです、この面会で あります、その警察署行って、それも別に僕、うん、会いに行こうって言われたわけじゃなくて、うん、あの先輩の友、その2人先輩がいて、うん、でもう捕まってない方の先輩がちょっとこの後一緒に行こうよみたいな、うん、いつも会ったらラーメン屋、武蔵屋行って朝ラーを食う流れだったんですけど、うん、じゃなくて電車乗って中目行ったんですよ、うん、で、中目ってなんだろうなと思って、うん、ついて行ってたら目黒警察署の前に来てて、なんすかなんすかみたいなんで行ったら、うんうんうん、もうスマホも全部預けられて、でなんかいろいろ書かされて、で通された部屋にこの前までバイトしちゃった人がこういうのがいて、ありがとねみたいな感じで、すごいね、どうしたんすかみたいな、あでももうだから、なるほどね、あれはもう後にも先もないだろうなっていう経験ですね、本当知り合いが捕まらない限りはないですよね、警察署のない、ね、面会とか ないない、はい、そのさ、ドラマチックじゃないんだけどさ、よくさ、ガーリーレコードがなんか単独ライブやったら、はい、その YouTube でどんどん人気になって単独ライブやったら、その会ったこともない接点もない大悟夫婦、はい、北川景子と大悟さんが単独ライブ来た、はいはい、そういうのすげえじゃん、すげえっす、はい、そっち知ってくれてんだみたいな、はい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 、でこの前その大塚ドリームショーっていうさ、僕がプロデュースしてる劇団があって、そこで今 TikTok とかさ、ショート動画みたいなの上げてんの、はいはいはい、でなんか2万人だとか言ったから、ちょっと無料トークライブやろうみたいな、はい、で大塚の劇場で無料トークライブやるっつって、はい、そしたらそこにさ、俺は知らなかったんだけど、ね、元巨人の笠原、うん、笠原、はい、笠原選手、今 YouTuber ですね、うん、はい、が来たって聞いてさすごいっすね、すごくない、いや、まさか、そう、15名限定のトークライブのうちの2人が、はい、笠原選手だよ、うん、みたいなさ、なんか繋がるんだなと思って、はい、そうですね、はい、でも野球界のガーシーみたいな人ですからね、今笠原、なるほどね、すごいよな、シャンパンを奢ってもらったっつってた笠原っぽいなっていう感じでございますけど、じゃあちょっとした変えましょう、モンチェーン、モンチェーン、森健選んでいいよ、あ、僕選んでいいですか、うん、じゃあ真ん中休みの日何してる？あ、これ僕ですなんかさ、よく聞かれるの、雑誌のインタビュー、うん、よく聞かれるの、みんなに、あ、マジっすか、あ、でもまあ、特に片岡さんはお忙しいんで、そもそも休みの日とかあるのかなとか、私生活ミステリアスみたいなとこあるんで、だけどさ、はい、のそうやって言われたらさ、一応表情はさ、うん、ネットフリックスかアマプラ見てるかなとか言うんだけど、はい、最近それも見てないんだよ、おお、はい、や、休みと休みじゃない時の区別がないというか、ああ、うん、はいはいはい、なんか、はい、そんな感じなの、俺はね、はい、みんな休みっていう日決めてると思って、いや決められないよ、なんか休みって言ってもさ、浜だったら漫画描いたりとかさ、はい、例えば森田だったら休みって言っても
YouTube 作ったりとかさ、なんか常に物見ててもさ、はい、テレビも好きだけど、なんか情報として入れてる部分もあるじゃん。そうですね、はい、ある。わざと休みっていう日を作るの、どうしてるか分かんなくて。いやもうないね。ないっすね、はい。だよな、そのないね。いや、ないとしか言えないっすね。いや、開ける日はあるんだけど、この日はこれをやるために開ける、はい、はい、これをやるために開ける、はい、で週1は嫁さんとの時間とか。ああ、はい、まあ唯一それなのかな、嫁さん。だから、まあ、あ、まあそうですね、浜口さんだったら唯一休みの日というのは奥さんと会う時間というか、奥さんとの時間にしてるみたいな、はい、まあね、でも本当の一人の休みってのはないよね。だからだよね、いやだから俺らがやっぱ特殊なのかな。特殊だと思います。普通のサラリーマンが月金あって土日は遊ぶとか、はい、残業、あの仕事の準備するとかあるじゃない。そうほら、形のない世界。おっさんになってきたらもうあんじゃないの、休み。ああ、もう時間がないからさ、はい、ここでこれやっとかないと思う。ああ、はい、あ、はい、まあそうですね、はい、意味がないとかさ、はいはい、そういう発想になってくる。そうですね、はい、うん。そうだからもうパズルの組み合わせみたいな感じだよね。はい、あ、ここ空いたからこれやってこうで、もうだからなんとかやりくりしてるって感じだよね。ああ、はい、スケジュールをめちゃくちゃ分かります。やっぱみんなそうなんだ。そうですよね、うん、じゃあ結果休みの日何してるって言われたら仕事だからなっちゃう。本当の休みの時ってのは何だろう。だから例えばずっとね寝転がって携帯見てとか。ああ、はい、なります。そういうことだね。そういうことだ。まあだから僕はこの前旅行行ったのがまあ休みっちゃ休みですけど、旅行行くためにもうめちゃくちゃ詰め詰めで事前にもう仕事終わらしとかなきゃいけない。でも徹夜に2徹ぐらいしたりして、もうそのそこの休みの日にやるべきことをガッて前出しするだけなんで。あ、もうね、コンパもしないし。しないな、うん、だから森田の場合だってさ、彼女とかがいるからさ、はい、まあじゃあいついつ会うかとかで開けるじゃん。ああ、まあそうですね、はい。俺とかさ、もうこのまま何もなしでさ、うん、はい、仕事って言ったら仕事だけで終わっちゃうような気がする。何の、いやいや、そここじ開けてよって言ってくる子もいないじゃん。あ、意識しないとこっちが、はい、はい、うん。みんなまあ、浜口さんだったら奥さんいてとかさ、はい、あるじゃん、はい、なんかそれ以外で開けなきゃいけないのって何かあったりする、うん、と。いや、もう俺あとはそういうお世話になってる和田さんっていう演出家の人とか、うん、石原さんっていう放送作家の人に、まあ、月に石原さんだったら1回2回ご飯連れてってもらったり。あ、和田さんは逆に昼間空いた時ランチチャンスみたいなので、なんか情報交換みたいな、月2回。ああ、はい、みたいな感じだけど、それ以外ないよな。もうだって後輩でって言ってもさ、はい、清水バージョンもな、お亡くなりになっちゃった、はい、お亡くなりがなっちゃったとかさ、はい、もう周りで、あ、時間だから飯行こうっていう時間がない。はい、そんだけ忙しくなったのかなと。周りもね、俺の周りとかももうみんな結婚してるし、年取ってきてる、ね、誘いづらいしね。で、はい、森田の場合は森田で忙しいだろうなと思うから、はい、誘わないだろう、はい、そうするとずっとなんかしてるよ、うん、そうなりますよね。何なんだろう、オフって言って、はい、オフ、まあそうですね、孤独で死んでいくんだよ、片岡さん。楽しくやらせてもらってるわ。お前だけだっつって犬を撫でてね。だからみんな犬飼うのかなとは思うね。ああ、はいはいはい、犬が玄関開けたらワン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 ってくるじゃん。はい、やっぱそうなってくのかな、みんな。まあでもなってくるんじゃないですか、それは。はい、あ、だけど俺は犬を寂しい思いさせちゃうから無理だ。はいなるほど、かしかした。逆にじゃあさ、うん、1日空きました、はい、1日プレゼントしますよ、はい、あ、はいはいはい、明日あげますっつって、うん、あ、はい、言ったら何する、
まあ、とりあえず目覚ましかけずに寝るっていうことをして、あ、贅沢だね、はい、で起きたら多分漫画を読みます。そうだったね、はい、優先順位高いんだね、そこ。漫画はもう、漫画はもう死ぬほどあるんで、漫画、まあ、それ読んでない漫画ですよね、世の中に。読んで、あの、それは何、電子書籍で買って読んでない。電子書籍、買って溜まってるのもありますし、そもそも買ってないのもあるんですけど、多分もう一生多分かかっても読めないじゃないですか、世の中にある面白い漫画って。だから、まあ、漫画は尽きないんですけど、まあ、もう何、はい、あのさ、漫画見て爆笑とかする人？あ、でもおもろいのは一人だったら全然笑います。いたよな、俺らで同級生、いた土井久隆っていうのが、はい、もうなんか漫画とか読んでずっと笑ってて、あ、マジですか、なんでそんな笑ってんの、いや、はい、面白いじゃん、教えてくるんだよね、その、うん、あ、共有したいんですね、そういう人は。そう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 、あ、それで言ったら最近そのもう終わってる、とかなり昔終わってるあれですけど、うん、キュート福ジャガーさん、あの、ウスタがめっちゃ昔やジャンプでやってた、うん、をあの、ジャンププラスでもやってるんですよ、毎週その1話ずつ、ね、だそれはやっぱ今読んでもおもろいですね、ジャガーさんは、だこれは、うん、まあ、かなりシュールなんで、あの、好きな人はめちゃくちゃ好きなんです、ウスタ先生のやつは。あれとかはだから笑っちゃいますよ、その電車で読んでても、はい、あと今一番流行ってるのは女の園の星っていう、あの、うん、女子校の、うん、女子校に配属された男の先生の話なんですけど、うん、あ、面白そう。独特な目線のギャグが超おもろいんですよ、これ。今もうさ、漫画も追いつけないよね。追いつけないです、はい、どうしたらいいの無理だよな、無理っす、はい、なんか新作でおもろいのもあるし、あ、はい、過去の名作でももう一回読みたいのもあるじゃん、あ、はい、うん、まあ、ネットフリックスにしてもさ、はい、例えばじゃあストレンジャーシングスが新しいの出るって言ったら一から見ようかなと思って、時間がないじゃん、ないっす、もうダイジェストで見て思い出してから行くしかないよ、はい、新ネタに行くしかないんかな、はい、はいはい、そうですね、確かに見てないっていうのは知識ゼロじゃん、はい、けど見とけばちょっとは喋れるもんな、そうですね、はい、確かに難しい出社選択、はい、いや、そうっす、浜口さん、なんかその1日空いたっつった、もう1個ありますね、もう俺パチンコ好きでした昔、うんうん、パチンコ好きっつってもあの安い台しか打たないんだけど、羽もあるっていうね、はい、もうかれこれもう何年も行ってないですあ、そうなんですか、で昔行って当たりを引いて、はい、そこで吸うタバコがめちゃくちゃうまいの。ああ、なるほど。それをやりに行きたい、ね。あの頃の感動を。なんだろう。パチンコやって、はい、タバコを吸いたい。どうですか。今タバコも吸えないんじゃないの？吸えないとこも増えてる。喫煙所みたいなところで吸うんだよね。そうなんだ。俺それこそパチンコ先週の火曜日行ったんだよ。マジっすか、うん、和田さんと、おお、その和田さん演出家の人とご飯行ったら、なんか会った時に、うん、なんかこんな細いなんかデカビタみたいなの飲んでて珍しいな、はい、パスタ食べたら、おい、これやるよって、袋にそのデカビタがあって、はい、ほんで、あれだっすって、いや、なんかパチンコ行ってたんだよ午前中から、あ、そうなんですかちょっとすごいな、行かないみたいな、なんかこのコロナが落ち着いて今パチンコがめっちゃ出るらしいんだよみたいな、はい、っつってそれで行ったんだよ、はい、2000円でかかって、うん、だけど速攻全部吸い取られたんだけどさ、うん、パチンコも昔だったらバーって出たらさ、なんか箱みたいなの買えるのよ、うん、はい、その箱がないのないの今ね、なんか全部下に吸収されて、吸収されてくる、数字で出る、ああそうなんすね、今1500、いや、多分あれもコロナ対策とかなんだろうな、いや、コロナの前からちょっとずつ、あ、そうなんだ、もうそれが驚きで、はいはい、タバコ吸ってる人もいないし、そう、なんか時代が変わったなと思って、はいはいはい、もうたった40分ぐらいで1万円なくなって終わったけど、はい、なんかやっぱ物事が変わったよなと思って、はい、変わりましたね、
というわけでございまして、はい、はい、もう9月、明日浜口さん誕生日です。あ、そう、誕生日でございます。44お、44、皆さん体調に気をつけて、一番いい年齢、よろしくお願いいたします、はい、ということでまた来週、バイ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 。